人間汗のごとしという格言がある行意にある人物が発した言葉は取り消すことができないという意味だが川勝平太静岡県知事はこの言葉を知らなかったらしい自らの失言によって辞職勧告決議案が県議会で採決されたため反省を示すためにボーナスなどを 返上すると格好をつけたものの実行に移さなかった初当選の時返上公約とした退職金も2期目からはしれっと受け取っていた半世紀ぶりに不信任決議案が上呈されわずか1票の差で否決されたのもうめなるかな学者出身であるにもかかわらず言葉があまりにも軽いのである ただまれに御年82歳の宮崎駿監督も数少ない一人彼は「零戦」の設計者を主人公とし賛否両論を巻き起こしたアニメ映画「風立ちぬ」を公開した直後長編映画の制作から引退すると発表した。 あれから10年ぶりに公開された「君たちはどう生きるか」は評判を呼び都心の映画館では満員札止めが相次いだ各湯将棚もむせかえるような暑さの中足を運んだといっても長,長編アニメの金字塔である「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」など 大ヒットを連発した、彼の熱狂的なファンというわけではない何しろ公開まで徹底的な観光例が敷かれ風切りまで内容は無論出演者から主題歌に至るまでわからないとあっては新聞記者の足くれとしては見物せざるを得ない74歳になってから制作,作会社の社長に復帰し 宮崎監督とタッグを組む鈴木敏夫プロデューサーの術中にまんまとハマってしまったがハマってよかった映画で久々に泣かせてもらった合計156歳の老コンビにしてやられたのは何とも悔しいが。